皆さんこんにちは、指揮者の下野達也です。今回も東京シティフィルハーモニック管弦楽団の、定期演奏会のお招きいただきました。とても嬉しく思います。シティフィルの皆さんとは前回、スッペの序曲集とかオッフェンバックのオーバーチュア、そしてベルクというふうにちょっとまあいつものようにひねくれたプログラムですが、今回は、いかがでしょうか。下野達也にしては逆に珍しい、僕は 王様ではありませんが王道プロってよく言われてますが、3大 B のプログラムの、に挑戦させていただくことになりました。もうクラシックの代表名詞ともいえるベートーベンの第5番破綻調、運命というニックネームで有名なこの交響曲ですが、もう名演の数々が、いっぱいこれまでも繰り広げられてきましたし、素晴らしい録音もありますし、まあ、指揮者にとっては、大変とても難しい作品になっておりますが、今回は、この第 5番に、まっさらな気持ちで取り組んでみたいと思います。いろんな譜面がいっぱい出ていますけれども、それを新たに調べて、そしてこれ自分が初演をするんだという気持ちで取り組んでみたいと思います。そうすることによって見えることがあるのかなというふうに自分でも期待しているところです。そして今回はこちらのもう素晴らしい素晴らしいヴァイオリン奏者のライナー・キューヒューさん、とブラームスの協奏曲をご一緒させていただきます。キューヒューさんとは、もう14、5年前にフリッツナーというやはりウィーンにもゆかりのある作曲家のヴァイオリン協奏曲をご一緒しましたが、何度かコンサートマスターとして私の演奏会でも、一緒にステージ立っていただいたことはあるんですけども、今回久しぶりの協奏曲ということで楽しみにしています。ブラームス音楽を熟知していらっしゃるキューヒルさんと共にブラームスを演奏できることでいろんなことを学びたいですし、皆さんもキューヒルさんの素晴らしい音楽と音を楽しんでいただければと思います。キューヒルさんが お弾きになるわけですけれども、このブラームスの協奏曲はいろんな、カデンツが、そうです、クライスラーもありますし、ヨアヒムもありますけれども、どういったカデンツをお弾きになるのかなということも、興味深いと思います。最初には、バッハの、まあ、マックス・レーガーの編曲ですけれども、このバッハの静謐な音楽でコンサートをうまく開けたいと思っております。10月18日、シティフィルの皆さんと、お待ちしております。どうぞご来場ください。